皆さん、ママニコたちがいっぱい来て、息子さんたち、どうも。こんにちは。まあね、自分もね、今3ヶ月の子供がいて、今日も連れてきたかったんですけど、ちょっと実家の方に帰ってて。会いたいですね、2週間ぐらい離れるとちょっとね。寂しいね。寂しいですね。子供もちょっとね。こんな感じでいつも居酒屋バー回って勝手にライブしてるなかなかそういう生活も面白いもので、でもこの前はちょっと美容室のイベントに呼ばれて、街のおしゃれさんが集まるそんなイベントに行ったんですけれども、サンダルにアディダスの帽子をかぶっていくという恥ずかしいことをしてしまい、浮いてしまいました。そんなイベントの名前がローカルライフクリエーション、地元の地元を盛り上げていくんだよね。あ、こんにちは、どうもヒロの、あ、ヒロさんの奥さん、あ、どうもどうもお世話になります。皆さんお綺麗なねギャルも集まって、ギャルっていうかお母さんたちですね、ママたちが。ケッチャンも行こう。ローカルライフクリエーション、ローカルライフクリエーション、ローカルライフクリエーション、ローカルライフクリエーション。ごめんね、あと2回
しめ東京の方にいて、飲食店修行しててこっちでもねオープンしたんですけど焼き鳥屋さんをずっとやってました。音楽始めたのはこっち来てからなので、ちょっとね新宿にいた時のことをちょっと思い出しながら書いた曲があるんで、歓楽街っていう曲ですね。皆さんちょっとね男の人は歓楽街っていうとうっとと思うんだけど、まあでもちょっとその時に焼き鳥屋さんをしてた時のねカウンターのお店でいろんなお客さんと話しながら感じたことや見たことを歌にしてみました。金と欲望に満ち溢れたとある歓楽街、すれ違う綺麗な女たちを見ているとどこか華やかな街に見えてしまう。目を光らせた客引き、一流の営業マンより一流の営業、握りしめた札束を軍資金に地元に居酒屋を出すのが夢だ。カウンターで話し
しかも30代半ばの2人、金をちらつかせながら水のように緑茶杯を流し込む。あいつは金になる、あの女は金になる。キラキラと光るあの時計は一体どれくらいの価値があるんだろう。月は照らす君を、あなたを、僕は隠す心。持ってかれないように持ってかれないよ。仕事で息子を大学まで行かせたんだ。老婆の目の輝きは鏡で見る自分の目よりも輝いて見えた。武道派のヤクザの組長、カウンターでインスリンを持ちながらレモンサワー濃いめ、お前を応援してるんだよって毎日店に顔を出す。いろいろと揉めちゃって店に来づらくなったのか、心配してたら噂で自殺したって言うんだ。ホストにハマってしまった女の子、電話しちゃダメだって言っても聞かない。手首のリストカットの傷が心の弱さを語りかけてくる。その傷どうしたの？一回も聞けなかった。まだどこかで体を売ってるのか連絡はつかない。乾杯とありがとうは何回言ってもいいってお母さんが言ってたんで、乾杯乾杯乾杯。だんだんちょっと一つになってきたのが分かるよ。なんかちょっと空気が回ってきたね。いいね、いいね。あったかいお店ですね、マスターありがとう。